昔はあったもんね、新宿系、渋谷系、池袋系、上野系なんか分かんないけど、まあ、いろいろだって、うん、まずね、そういう子たちね、ダンサーになれないから、はっきり言うと、うん、いろいろ聞いてあげたりとかします？自分から言ったりしますか？まずね、なんだろう、会話できない子ってたまにいるでしょ。挨拶はできると会話してくれない子、うん、まずね、そういう子たちね、ダンサーになれないから、はっきり言うと、うん、と思う俺は。え、うん、なんでですか、なんでですか。え、だってさ、俺だってさ、事務所に所属してないじゃん、はい、そう、だからお仕事取ってくるのって自分のさ、うん、マネージャーがいないわけだから、うん、やっぱトーク力ないと、うん、社交性がないと、なかなかね、お仕事で使ってもらえないと思うよ、うん、すごい、めちゃくちゃいい。まあ、確かにすごい大事だよ、うん、例えば一緒にね、仕事するのに全然話してくれない、黙ってる人と一緒になんかこうやりたいねえ、バックダンサーで使いたいと思う？ちょっときついっすね。やっぱね、明るくてさ、楽しくてさ、なんかそういう子たちと一緒に仕事したいなって思うしさ、うん、だからやっぱ笑顔と、トーク力はすごい大事だと思う。おー、すごい、めちゃめちゃいい。もうこれはりょういちさんがこの30年間経てきた経験で言うから、これ間違いないですね。間違いない。間違いない。ありがとうございます。オンラインレッスンというか、オンラインの時代にいよいよ突入してきたと思うんですよ。りょうじさん的にオンラインレッスンをどう思いますか？まあ、これから、まあ、残る形なんじゃないかなと思うけどね。うん、俺は無理。俺はちょっと、もうでもオンライン時代になったら、りょうじさんもやらなきゃいけなくなってくるかもしれないじゃないですか。うん、どうしますか？まあ、やらない。そこを断固としてやらないのはなんでなんですか？まずね、体力がないのと、あと、なんだろう、要はさ、カメラ越しに踊るわけでしょ？うん、繰り返し繰り返し。それがあんま好きじゃないっていう。うん。やっぱライブがすごい好きなんで、やっぱステージとかさ、はい、やっぱレッスンも、なんだろう、生徒と会話しながら、うん、明るくやっていくのがすごい好きなんで、うん、なかなかね、コミュニケーション取らずに、黙々と踊るって結構な体力だと思うんだよね。いや、俺はもう多分無理だと思う。でも間違いないですね。若い子たちがね、こう、やるのもね、いいのかなって気がするけど、はい、うん。でも結構その、東京とかもすごいオンラインのレベルというか、ちょっと上がってるじゃないですか。なんか今こう、流行りつつあるのは、その、サロンってやつだよね。オンラインサロンっていうのが、うん、まあ、ファンクラブみたいなやつだよね。うん、それちょっと、多分まだ名古屋とか知らない子多いんじゃないですかね、そういうの。そうだね、うん、いない、今知ってる子は知ってると思うけどね、うん、でもそのオンラインサロンやるにあたって結構難しくないですかね。まあフォロワー数がね、やっぱり何万人っていれば、うん、何でもできる気はするけどね、うん、そうですよね。結局でもオンラインサロンって言っても、その支持率というか、そういうのがないと成り立たないですもんね。そうだね、うん、もうダンスシーンなんて人気商売だからさ、うんうん、人気あるものがやっぱり活躍するべきだと思うし、だからオンラインサロンは理にかなってる気がするけどね、うん、ファンクラブみたいなもんだから、うん、でその中でレッスンやったり雑談したり、ね、ファッションの話したり音楽の話したりとか、なんかそういうこと多分やっていくと思うんだけど、うん、やっぱり興味ある人はね、会員になってもね、覗きたいっていう人たち多分たくさんいると思うからね、うん、でもそういうコアな時代になってくるんじゃない？あー、なるほど。めちゃめちゃコアっすね。うん、コアだと思うよ。俺がそっちの好き。うん、これ、名古屋とかでも来ると思いますか？例えばさ、その、はい、昔で言った、そのダンス甲子園の話してたけどさ、なんだろう。
例えば九州 LL ブラザーズ、東京霊感山トンカントンチンカンかな、霊感山カントンチンカンで、名古屋がマイアミフェイス、ね、で大阪がスクラップ&トラッシュかな、でこうなんていうの、こう各地区によってこうダンスのカラーがこう違うというか、うん、今ちょっとさ、今時のヒップホップとかになってくると結構その似たり寄ったりな、部分がある気はするんだよね。それがちょっとこうもっとコアになっていく気がするよね、うん、そういう風に見れないってなってくると、うーん、だから見た人たちだけがそのなんだろう、その一派の血を受け継いでいくじゃないけど、うん、そうやってこうコアなシーンになっていくかもしれんね、うん、すごい、めっちゃ面白いです今の、やばい。だからもしかしたら名古屋のダンスはこうだみたいに風に変わっていくかもしれないし、うん、そういう時代になるかもしれないよね、わかんないけど、うん、すごいですね。りょうじさんちなみに、うん、オンラインサロンもやらないですか？やらない。バッサリっすね、バッサリ。それこそ今後ろでのワイズヒーローですよね、これ。うん。もうでファンクラブを作んないですか？やんないよ、そんな。いけそうじゃないですか、もうそれこそ。いやもういいおじさんがなんかもうそういうことするともうしょうがないね。じゃ逆に。もうりょうじさんたちとか僕らとかちょっと一個下ぐらいでみんなでオンラインサロンを作るとかどうですか？Jやんなよ、Jやんなよ。いやでも今ちょっと本当りょうじさんの話を聞いてありだなってちょっと思ったんです。名古屋色とかそうやって言われてみれば、うん、うん、名古屋のダンスを知るにはここみたいな、うん、っていうふうにコアになるかもしれないよね。うんうん、ちょっとこの内容はカットしたいですね。めちゃくちゃいいんでこれ。でなんかさ、今のさ、なんだろう、若い子たちに、まあ、ちょっと思うことじゃないけどさ、はい、こうしたらいいなっていうことがちょっとあるんだけど、なんていうの、その流行りのダンスとかってあるでしょ。もうそういうのを自分たちで作ってってほしい。うん。もちろんその、新しいニュアンスってさ、なんかあるじゃん。はい、あ、今こんなニュアンスかなみたいな。うん。で、もうその発信源がさ、その、海外のダンサーたちであることは、まあ、ほぼほぼ間違いないんだけど、なんかそれを、そのままピッてこう受け入れるんじゃなくって、それを自分なりに解釈して、分かった上でアレンジしていくと。うん。いうことが多分みんなに大事なことなのかなっていう気はするんだけど、うん、新しいムーブって新しいムーブメントって新しいムーブから来るからさ、うん、それをね、みんなでやってくれればね、また新しいシーンになるんじゃないかなって気はするんだけど、うん、すごい、ちょっと僕のところ後でカットしてみます。あ、確かに言われてみればそうです。そのファイブスターの話とかさ、なんか桜井とか達也でもしてたと思うんだけどさ、その、はい、このファイブスターのその振り付けの内容とかってなんだろう、本当に一から新しいムーブ作ったみたいな感覚で振り付けをちょっとしてたりしてて、そうだからそういうのも人気者になっちゃえばありだと思うよ。うん、ありがとうございます。確かに、うん。今はこうでしょ、みたいな。はい。俺らはこうだよ、みたいなのを、うん、やっていけば、うん、ついてくるやつはついてくるしね。うん。でも確かに言われるように、なんかもう、ファイブスター大人気だったじゃないですか。昔はね。今見ても、僕その当時はやっぱり、ファイブスター正解だってやっぱ思ってます。まあ、この振り、この試合この振りだよ、みたいな。ありますもん、やっぱり。そう、その時自信があったからね。自信しかなかったもん。そう。もうね、自信がありすぎて、そのまま東京行っちゃったからね。東京、先輩にされるっていう。いや、最高っす。こんなやべえやつらが東京にはいっぱいいるんだって、こうね、東京の高い壁を感じたもんね。
いやでもそれでもちゃんとこう爪痕を残してきたところがすごいじゃないですか、やっぱ。だってもう、ほんと数えきれない今の有名アーティストが、もう、つながりとかやっぱすごいから、やっぱその名古屋にいて、そういう人って僕今いないと思うんですよ。ほんとに。だから、この後今行くんじゃないかなって、やっぱ今モナとか大輝とか、やっぱりそこの世代になってるかなってやっぱり思うんで、だからその、りょういさんがいた時から、もう僕らはできなかったところが今もう20代に受け継がれてるかなって、ちょっとやっぱ思います。すごい。どうですか。ちょっと伺っちゃってるんですけど。いや、そうだと思う。そうだと思うよ。うん、ありがとうございます。もう、まあ、なんか、すごいダンスシーンに必要というか、若い子たちにこう、必要なことをちょっと教えてもらったんですけど、逆にこう、やっぱ常に最先端を言ってるりょういさんが、次くる、なんか、ものというか、ダンスとかファッションとかって、どんなんとかって、どんな感じかなとかありますか。どうなんだろうね。まあまあ、あれじゃない、バーチャルな世界になるんじゃないの。いわば。うん。あない傾向だと思うんだけど、ね、その、バックダンサーが CG になっちゃったりとか、そうなってくると、そんな人はいらんよ、みたいな世界も、もしかしたらちょっと見えてくるもんね。うん。やばー。いや、わかんないけどねって言ってる間に結構な僕、カクついてると思うんですよね。で、一番怖いのは、そのね、あの、バックダンサーっていう職業が、その、いらなくなってしまった時が、やっぱちょっとね、あの、怖いなっていう気はするよね。うん。確かに。ね。そこだけがちょっと本当に不安、本気で不安。うん、これ、ガチなやつじゃないですか。うん、俺はやれないけども、いい歳だから。だけど、こっからさ、若い子たちが、ね、うん、あの、ダンサーを目指しているのであれば、やっぱね、なりたい職業の一つだから、うん、その、こう、規模がね、少なく、縮小されてしまうと、うん、ちょっと大変な、あの、道になっていくんじゃないかなっていう気はしちゃうよね。確かに、でもこのコロナで、いろいろ人を集めるのもダメになってるから、本当にそうかもしれないですね。ね。最大のピンチ、これはまさにアンハッピー、受験勉強オーマガ勉強